お世話になってます、ちゃんちゃんこです。配信で叫びすぎて喉潰したので、ボイスボックスさんの読み上げソフトを使用して今回の動画を作成しています。こっちの方が聞きやすいっていうのはなしな。いよいよ4月28日に発売が迫ったスターウォーズジェダイサバイバー、購入前にこれだけは知っておいた方がいい6つの要素をご紹介したいと思います。新しいシリーズや新作映画の発表、またスターウォーズの世界最大のイベントセレブレーションが2025年に幕張メッセで行われることも発表され、勢いが衰えないスターウォーズシリーズですが、ゲームも負けず劣らず盛り上がりを見せています。先日ハリウッドで開催されたメディア向けのイベントにて、前作からの大幅なアップデートされた映像などが公開されたんですが、それを見てたらもうワクワクが止まりませんでした。霊動物のレルノとか、ボグリングなデレルノとか、もう言いたいこといっぱいある。実はまだ前作やってないんだよねって人のためにも、ネタバレは極力なしで説明していこうと思いますので、最後まで見ていただければ幸いです。それでは早速どうぞご覧ください。まずはジェダイシリーズの概要から簡単にご説明します。前作ジェダイフォールンオーダーは2019年11月15日に PS4、Xbox One、PC で発売されたアクションゲームです。開発はリスポーンエンターテインメント、パブリッシャーはエレクトロニックアーツ、映画、スターウォーズをテーマとしていますが、フォールンオーダーはゲームオリジナルのストーリーとして描かれていて、スターウォーズはなんとなくでしか話わかんないって人でも、手に取りやすかったっていうのが人気を博した理由の一つでもあると思います。何を隠そう、私は完全にスターウォーズにわかなんですが、それでもめちゃめちゃ面白かった。しかし、スターウォーズの小ネタやファンなら絶対に嬉しいっていう要素ももちろんあって、新規もにわかもスターウォーズファンも虜にした素晴らしいゲームでした。前作の物語は映画スターウォーズエピソード3の後の時代のお話で、簡単に言えば悪の親玉が正義の味方であるジェダイを抹殺しろ、と、オーダー66を発令し、ジェダイの強い人たちも突然の裏切り行為によりその教団に倒れ、銀河系から存在を消されました。元ジェダイ、パダワンである主人公のカルは、自身がジェダイだったことがバレないように、解体業をしながらひっそりと生きているところから物語は始まります。まあいろいろあってジェダイであることは帝国軍にバレ、なんとか追跡をかわして脱出、元ジェダイの女性と出会い、ジェダイオーダーの再建、つまりは壊滅状態であるジェダイの組織を復活させたい、という彼女の意思を聞き、カルは協力するために、またジェダイという葛藤を抱えながら、仲間と共に銀河系を旅することになる。っていうのが前作フォールンオーダーの概要ですね。ガダワンっていうのは師匠をつけて一人前のジェダイになるための訓練を積んでいる身分のことで、ブランクもあってカルは全てのジェダイの技を知らない状態なんですよね。でも旅を続けていくうちに師匠に教えてもらったフォースの技を思い出したり、アクションもやれることがどんどん増えていって、どんどんジェダイっぽくなるんです。最初は対多数の戦いとかヒーコラ言ってたんですが、アクションの幅が増えていって、うまく倒せるようになると今めっちゃジェダイっぽかった、とすごく嬉しい気持ちになります。ジェダイよくわかんなくてもアクションゲームとしての評価が高いのもフォールンオーダーの魅力の一つ。フォースという目に見えない力を駆使して相手の攻撃を阻止したり、パリーを使って相手をスタンさせたりと、ご利用しじゃいけない歯応えのあるアクションゲームになっています。そんな前作からどのように今作がパワーアップしたのか、6つのセクションに分けてご説明していきたいと思います。まずはジェダイサバイバーの概要から説明していきます。ジェダイサバイバーは2023年4月28日に発売予定のアクションゲーム。対応プラットフォームは PS5、XS、PC と次世代機対応となっています。前作フォールンオーダーから5年が経ち、主人公カルケスティスは相棒の BD-1 と共に、帝国の圧政に苦しむ人々を助けながら宇宙船マンティスで星々を巡っていた。前作でおなじみの船長グリーズと落ち合うため、惑星工房へ向かっていたところ危機の不備で不時着。マンティスを修理するために物資や機材を集めるところから物語は始まるそう。カルは今作でジェダイとしての責任や苦悩を感じながら、重大な決断を迫られると言われています。この物語がどうスターウォーズエピソード4につながっていくのか、そしてどんな壮大な出来事が繰り広げられるのか、とても楽しみでなりません。前述した通り、フォールンオーダーのカルはパダワンであり、フォースの修行のブランクもあったため、使える技なんかも制限されていたんですね。でもジェダイサバイバーでのカルはもう強くてニューゲーム状態。フォールンオーダーの序盤は壁を走るなんてこともできなかったんですが、今作では最初から壁も走れるんで探索できるところが多いのは地味に嬉しい。5年も経っているため見た目もヒゲなんか蓄えちゃって、頼もしいジェダイっていう感じになっています。スターウォーズは好きだけどアクションゲームは苦手、というユーザーのために、パダワンモード、という難易度の低いモードがあり、ストーリーを楽しむためのモードを実装しているとのこと。ゲームスピードを遅くしたり、
また敵がいても必ずしも戦わなければいけないというわけではなく、やり過ごすこともカダワンモードでは可能なので、ストーリーだけを楽しみたいという方にはもってこいですね。2、アクションの新要素。今作も前作と同様にフォースで敵を引っ張ってライトセイバーで攻撃といったジェダイならではの戦い方になっています。大きく変わった要素はカルのライトセイバーが5パターン用意されているところ。シングルセイバー、セイバースタッフ、これは絵からも出てるやつですね。デュアルセイバー、これは両刀使い。クロスガードライトセイバー、カイロレンのやつですね。最後がライトセイバーとブラスターピストルのコンボ。フォールンオーダーでは技の途中でしか使えなかった両手ライトセイバーなどが最初から使えるのはすごく嬉しい。あれ見た目派手ですごい好きだったんですよね。もともとはフォールンオーダーでも技の途中ではなく常に使えるスタイルにしたかったそうですが、開発の時間切れでカットになったため、5つのスタイルを盛り込むのは今作で最初に取り掛かった要素だそう。また、ブラスターピストルとライトセイバーが両方使えるっていうのも胸躍りますね。ブラスター使ってるジェダイってあんま見たことないし、スタイルは相手によって手増えてがあるので、臨機応変に変更していくことになるんだそう。アクションの幅もさらに広がりますね。また5種類全部一点に使えるわけではなく、事前に瞑想ポイントで2種類を選んで戦いに臨むことになるとのことなので、自分の扱いやすいスタイルを見つけるのが重要になりますね。フォースの使い方ももちろん新要素があります。フォールンホダーでは敵を引っ張ったり押したりなどシンプルなことしかできなかったんですが、トレーラーを見てみると岩を相手に投げつけたり、フォースで崖から突き落とすことも可能になっていました。またこれは戦闘が楽になりそうと思ったのが、フォースの力で相手の心を操って相打ちにさせる、フォースコンフュージョンという技。対多数との戦いが多いゲームなので、こういったトリッキーなことができると本当助かる。前作では BD1 も待機会限定でしたが似たような能力を持っていて、ハッキングして同士打ちさせるっていうのをよく多用していました。今作もそれが引き継がれるかはわかりませんが、カルも BD1 も敵を操れるようになったら最強コンビですね。3、成長要素。前述した心を操る、フォースコンフュージョンも最初から使えるわけではなさそうで、カルの成長に合わせて使えていく技が増えていきます。カルは各地に散らばる瞑想ポイントで、戦いによって得た経験値を使って、様々な要素を成長することができます。前作と変わっているのは、一つのスキルツリーではなく、それぞれのスキルが独立しているところでしょうか。ライトセーバーも5つのスタイルがあるので、それぞれでツリーがあり強化していく仕様になります。フォースのスキルツリーは、コンセントレーション、テレキネシス、コンフュージョンの3種類に分かれており、コンフュージョンのツリーを成長させていくとおそらく、フォースコンフュージョンが使えるっていうことになるのかな。これもまた好みのものを強化していき、自分ならではの戦い方を見つけられる楽しみにもなりますね。また今回新要素として一緒に戦ってくれる同行キャラも存在していて、そのキャラのアシスト攻撃のパラメーターも成長要素で挙げられるそうです。4、探索要素。前作で不評だったポイントは、広大な星なのにファストトラベルがない、というところが致命的でした。一度行った星でも、マンティスが着陸した場所からじゃないとスタートできなかったんですよね。敵は復活してるし行きたいところは遠いし、もう、ってなったことは何度もありました。それを踏まえて今回は一度使用した瞑想ポイントがファストトラベルポイントになるらしく、これでストレスはだいぶ緩和されますね。フォールンオーダーより各惑星は広く、また探索しやすくなったことから、サイドミッションや隠れダンジョンなども多く存在しているとのことなので、やり込み要素も多く時間泥棒になることは間違いなしです。また、他の新しい探索要素としては、スターウォーズの洞窟に乗れる、テラリウムの種類が豊富になった、というところでしょうか。前作でもボグリングなんてキャワワな動物もいましたが、今回はなんと惑星独自の洞窟に乗れて、星を探索できるんです。アクション要素の時に説明したフォースの力で相手の心を惑わす、フォース、コンフュージョン、なんですが、これに似た技で特定の生物の心を落ち着かせるフォースが使えるそう。それによって騎乗することができて、チョコボのような陸上型生物で地上を走り回ったり、飛行型生物にぶら下がることができるので、平面だけではなく上下の移動ができるのは、自由度が高まるし、探索にもとても有効化できますね。またカルのジャンプでは届かなかったところも、動物のジャンプ力で飛ぶことができたりするので探索には絶対必要な存在です。エピソード2の時のオビワンみたいに戦えたりしたらめっちゃたぎるな。あとボグリングも触れるのめっちゃ嬉しい。テラリウムで植えられる種が増えたという点。前作では、各惑星独自の姿形をした草花を探索して集め、それを宇宙船マンティスで育てるという要素があったんですが、これが今作では家庭菜園並みに拡張されるとのこと。横一辺にしか移動できなかった草花もジェダイサバイバーでは花壇の中で好きなところに植えることができます。これ地味に私好きで、園芸師
のトロフィーも取ったくらいなんで、今回もトロフィー取りたい。拡張されたということはきっと種類も多くなったはずなので、いろんな惑星で草花を探し回るのも楽しみです。5. 他新要素。ショップでは彼の髪型やヒゲが購入できて見た目を変更できる。ショップでは曲も変える。BD1 は配色からパーツ、汚し具合まで変えられる。前は側だけ。NPC を勧誘できる。酒場でジュークボックス流してくれる。最初に降り立つ惑星工房はゆくゆくは拠点となる星で、そこではショップや酒場などが展開されるとのこと。ショップではポイント的なもので彼の髪型やヒゲ、ジュークボックスの曲、上着なんかを購入することができ、前作よりも遊びが多い印象です。また NPC を酒場の DJ として勧誘することもでき、ショップで買った曲を酒場で DJ に流してもらうという他力なこともできちゃいます。この曲もショップだけで買えるのか、それとも他の惑星で宝箱の中に入っていたりするのかは、まだ不明ですが、ジェダイシリーズは曲もいいので揃えたくなっちゃいますね。ちなみに映画スターウォーズの音楽は巨匠ジョン・ウィリアムズが手掛けていますが、その一部はフォールンオーダーでも使用されており、ファンの心をわしづかみにしていました。ただ、ストーリー展開に合わせて新たな楽曲もボディ・ハーブという作曲家によって追加されていて、彼はジョン・ウィリアムズの曲をリスペクトしつつも、スターウォーズ、そしてフォールンホダーにマッチする曲を見事に作り出しています。本当に音楽がただのスターウォーズなので、このジュークボックスで好きな曲聴けるのもすごい嬉しい。他にも BD1 の配色を細かく変更できたりと、前作の良さを踏襲しながらもバージョンアップされている要素も多数あるので、ここもっとこうなればいいのにな、というところが全て改善されてる感じ。何度も言うけどマジで楽しみで仕方ないです。6. 容量。 Steam と公式ページにて、PC 版の必要ストレージが公開されました。そのサイズなんと 155GB。前作フォールンオーダーは 55GB なので約3倍の容量が必要となりました。ちなみに同じく Steam で必要ストレージが同じくらいの作品は、150GB、レッドデッドリデンプション2、160GB、アサシンクリードバルハラ、などなど、どちらの作品も細部まで作り込まれてるゲームなので、ここまで容量が大きいと期待せずにはいられませんよね。PS5 や XS のストレージはまだ公開されていませんが、購入予定の方はスペースを事前に空けといた方がいいですね。今明らかになっている他の情報はこちら。現在は Steam Deck 用の専用リソースはない。ジェダイシリーズは3部作になる予定。PC での発売はありますが、公式では Steam Deck は対応するとは公言しておらず、現段階では専用リソースもないと開発側がインタビューで答えていました。データもデカすぎてなかなか難しいんですかね。また今作ジェダイサバイバーが成功すれば、3部作目が誕生する可能性が高いと、ディレクターのアスムッセンが IGN のインタビューで語っていました。スターウォーズシリーズは3部作が大好きですからね。ファンとして彼の物語がこの先も続くと分かるとワクワクするし、今作がどういう風に終わるのか想像するだけで楽しみです。また3作目が作られる際にはアンリアルエンジン4ではなくアンリアルエンジン5を使って制作される可能性が高いとのこと。ジェダイサバイバーはアンリアルエンジン4で作られているんですが、その理由は4から5に移行するには必ず作業が発生し、コストもかかってしまうため、制作に集中するために4の新バージョンに止めておいたそう。想像でしかないんですが、移行するには膨大な作業量になってしまうということですね。サバイバーが成功した暁にはさらに美麗になった惑星たちを駆け回りたい。そんな期待と希望を背負った。4月28日発売のスターウォーズジェダイサバイバーは現在予約受付中です。スタンダードエディションが9700円。デラックスエディションは12000円。各エディションの特典はこんな感じ。スタンダードエディションには、オビワン家の帯をモチーフにした装飾パックが収録。デラックスエディションは、ハンソロとルーク・スカイウォーカーをモチーフにした装飾の他に、BD-1 の装飾も入っています。この R2D2 な BD-1 めちゃめちゃ可愛いな。前作まだやってないって人は今からでも遅くないからプレイしよう。きっとやってなくてもジェダイサバイバーで前作のことちょっと教えてくれるだろうけど、やっぱりやっておいた方が何倍も楽しめるからね。前はプレイステーションストアでフォールンオーダーも安くなってたんですが、今は対象ではないので、中古品だったらメルカリとかで1000円台で買えるよ。いかがだったでしょうか。あと1週間で遊べるってやばない。みんなワクワクして正座で待とうな。いい情報があったらいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てください。